先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ノーアウトでランナー三塁一塁としています。バッターボックスの日戸、今シーズンの得点圏打率は5割1分2厘となっています。これが2球目、ランナースタート、キャッチャー二塁送球する、滑り込んでアウト、盗塁失敗。里崎さん、ランナーが1人減りました。よく阻止しましたよね。ですよね。まあただまだランナーがいるんでね、引き続き打ちました。サードランナーホームイン、タイガース1点追加します。センター前へのタイムリーヒット、カープもうこれ以上点はやれません。バッターは今日の先発ピッチャー西、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。引っ張った、これはどうか、三遊間抜ける、二塁へ送球する、二塁際どいがこれはセーフだ。これで3安打猛打賞、ワンアウトランナー二塁一塁。抜けたような感じになりました。大きく外れます。打ちました。大きな打球になった。ぐんぐん打球が伸びている。伸びて。センター左へのヒット。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット。カープもうこれ以上点はやれ。カープピッチャーが変わります。さあマウンドに上がったのは床田。今シーズン23試合目の登板です。初球から際どいコースをついてきます。インサイド打ち上げました。さあバックホームするか、取りました、ホームに送球する、犠牲フライにはなりませんでした。バッターは3番バース、今日は2本のホームランを放っています。先ほどはアウトになりましたけど、あわやというような当たりでしたからね、ここは慎重に行くべきでしょうね。はい、そうですね。タイガースこの回7人目のバッターになります。3球目打ちました。さあどうだ、この打球は落ちるか、どうだ、松山が掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース2点を追加しています。5回の表、里崎さん、大きく離されて一方的な展開となってしまいました。どのようにご覧になってますか。まあ自ら流れをつかみ損ねてるっていうところもあるんで、なかなか厳しい戦いになってますよね。そうですね、この厳しい戦い最後まで乗り切ってほしいと思います。まあ、ちょっと手が出ないでしょうね。インローへキレのある変化球が決まっています。ノーボールツーストライクです。打った、菊池取って、ワンアウトです。打席には5番バッターオマリー、今日は3本のホームランを放っています。まずはワンアウトを取っています。打ちました、これは浅いフライ、このフライはヒットになりそうだ、ヒットになりました。これで10試合連続安打、ワンアウトランナー一塁です。打席には6番バッター八木、先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。打った、大きな打球になった、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてレフトオーバーのヒットになりました。バッターランナーは二塁到達、これで4打席連続のヒット、ワンアウトランナー三塁二塁。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、一発があるバッターなんでね、やはり低め低めということになるでしょうね。なるほど、どういった攻めを見せてくるか。打った、伸びていく、どうだどうだ、レフトオーバー、セカンドランナー三塁回ってホームを狙う、セカンドランナーも今ホームイン、タイガースが突き放します。レフトオーバーのタイムリーヒット、カープもうこれ以上点はやれません。打席には8番バッター日戸、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。さっきはしてやられましたよね、はい、引っ張った、取った、一塁へ、これで4連打、ワンアウトランナー二塁一塁。さあバッターボックスには先発の西が入ります。まあ、ここは白星もかかってますし当然行くでしょうね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。引っ張った、メヒア素晴らしい反応を見せた、アウト、ファインプレー、いい動きでした。里崎さん、今の打順は1番に帰ります。バッター新庄、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。
まあさっきはいいところで打たれてしまったんでね、はい、今度はしっかり抑えておかないといけませんよね。はい、さあここはやり返すことができるんでしょうか。タイガースこの回7人目のバッターになります。アーモー打った、高く上がった、レフトが下がっていく、下がっていく、入った、スリーランホームランが出ました。これが今日4本目のホームラン。追い込んでからの変化球でしたが、思い切り引っ張られた打球は特大アーチとなりました。カープ追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。2番バッター亀山、レフト亀山、初球空振りです。得意のボールでストライクを取りました。これは、これは一塁側のスタンドに入ります。ファウルになります。今のファールはストレートに振り遅れてる感じでしたね。打ちました。内野を抜けていきます。これで3試合連続安打。ツーアウトランナー一塁。打順は3番バース。今日は2本のホームランを放っています。前の打席はちょっとヒヤッとするような大きな当たりでしたよね。ここは長打を警戒しておきたいですよね。そうですね。真ん中打ちました。ファウルになります。ランナースタート。高めのボール、このフライは切れそうだ。切りました。ファウルボールです。見逃して三振です。スリーアウト。マツダズームズームスタジアム広島からお送りしています。ゲームは6回の表に入ります。タイガースの攻撃、バッターボックスは4番掛布。今日はホームランを放っています。カープ厳しい展開で6回を迎えています。さあ小宮山さん、この回はきっちり抑えていきたいですよね。流れを取り戻したいですよね。そうですね。さあしっかり抑えていきたい。これはすっぽ抜けました。さあ2球目は何か。打ちました。浅いフライ。この打球はフライになっています。積極的に行きましたがセンター掴んでツーアウト。打順は6番八木。さっきはインコースを打たれたんで、そこの攻め方に注目したいですよね。さあここはどういった攻め方を。打ちました。いい当たりだ。高く上がった、入った、ホームラン。ソロホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。バッターは7番和田。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。さっきはしてやられましたよね。はい、ここはピシャーッと抑えてやり返さないといけませんよね。はい、さあここはやり返すことができるんでしょうか。打ちました。菊池取ってスリーアウトチェンジ。しかしこの回タイガースソロホームランで追加点を挙げています。これから7回タイガースの攻撃。里崎さん、だいぶ厳しい展開となっているんですが、選手たちはもちろんまだ諦めてはいませんよね。いやー、もちろんですよね。最後まで試合を諦めないという気持ちでやっていると思いますよ。はい、その気持ちをぜひ前面に出してほしいと思います。打ちました。これは浅いフライ。この打球は落ちるか、どうだ。よく間に合いました。ファインプレー。いい動きで。次はピッチャーの打順ですが、先発の西がバッターボックスです。まあ勝ち投手の権利を得てますし、代打を送ってもよかったと思いますね。そうですね。バッターボックスには代打の近本。さあバッターは近本。この打席でホームランを放てば今シーズン10本2桁へ乗せることになります。打ちました。ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。打ったバッターセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは三塁到達。ワンアウトランナー三塁です。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。
まあそうですよね、存在感が大きいバッターではありますけど、特に意識する必要はないですよね。なるほど、ではバッテリーの組み立てに入れました。ファールボール。まあここはボールになることを恐れずに厳しいところに投げたいです。引っ張った、サード取った、一塁送球、アウト、ツーアウト。バッターボックスは2番亀山。さっきはいい当たりのヒットを打たれてますからね。ええ、まあタイミングが合ってるようなんで、ここは注意が必要ですよね。そうですね。ツーアウトになっています。打ちました。センターに強い打球、センターオーバーのヒットになりました。サードランナーホームイン、タイガース1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット、カープなおもピンチです。打席には3番バッターバース。打ちました、高く上がった、ぐんぐん打球が伸びている、伸びて入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。なんと今日3本目のホームラン、初球でした。しっかり引っ張られるとファンの悲鳴の中フェンスを越えてしまいました。カープ追加点を許します。警戒すべきバッターに浴びた一発となりました。バッターボックス掛布、初球大きく外れています。一二塁間、菊池掴んでスリーアウトチェンジ。しかしこの回タイガース3点を追加しています。ゲームは8回に入ります。タイガースの攻撃、打順は5番オマリー。今日は3本のホームランを放っています。先ほどはアウトになりましたけど、あわやというような当たりでしたからね。ここは慎重に行くべきでしょうね。はい、そうですね。ジャストミート、センター下がっていく、下がっていく、フェンスダイレクト、打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。これで10試合連続安打、ノーアウトランナー2塁です。切れていきます、ファウル。バッターの八木、今シーズン得点圏での打率は5割7。打った、高く上がった、レフト下がっていく、下がっていく、レフトが追いかけますが頭を越えました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは2塁でストップ。タイガース1点追加します。レフトオーバーのタイムリーヒット、カープなおもピンチです。打席には7番バッター和田。打った、フェンス直撃、セカンドランナー三塁を回った、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁まで進みました。タイガース1点追加します。フェンス直撃、はい、カープピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは遠藤。さあマウンドを任されたのは遠藤、今シーズン25試合目の登板です。初球打ち、ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。さあバッターは島本、そのままバッターボックスに入ります。チャンスなんでね、代打を出して点を取りに行きたいですけどね。そう、バッターボックスには代打の石峰。里崎さん、この場面で変えてきましたね。まあ相手は完全に突き放しにかかってますから、なんとか跳ね返したいところですよね。そうですね。さあ一度気持ちを切り替えて踏ん張ってほしいところ。打ちました、高いバウンド、ショート取った、一塁送球、ツーアウトになりました。この打席でシーズン安打記録更新とはなりませんでした。打ちました、レフトに強い打球、レフトバックする、バックする、ボールはそのままフェンスに直撃、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、かバッターボックス亀山、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。まあさっきはいいところで打たれてしまったんでね、はい、今度はしっかり抑えておかないといけませんよね。はい、さあここはやり返すことができるんでしょうか。タイガースこの回7人目のバッターになります。
ここはバッターの狙っているボールを読めるかどうかですね。なるほど、さあどう来るか。打ちました。センターへ打球伸びる。この打球はフライになっています。野間が抑えて3アウトチェンジです。小宮山さん、だいぶ厳しい展開とはなっているんですが、最終回になりましたね。いやもう本当最後ですからね、もうあとはゼロで抑えて打線の奮起を待ちたいですね。そうですよね。打った、大きな打球になった。ライトバックバックバックする、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。真ん中に入ってしまった変化球、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。十分警戒はしていたはずですが、ここで一発を浴びてしまいました。バッターは4番掛布。これが初球。初球空振りです。得意のボールでストライクを取りました。ファウルです。さあ3球目は何か。変化球入りません。打ちました。これもいったか、下がっていく下がっていく、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。追い込んでからのストレートでしたが、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。カープ追加点を許します。4番に一発を浴びてしまいました。バッターボックスには5番オマリー。先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。初球ボール、アウトコース決まってストライク。次が3球目。アウトコースへ決めました。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。これは低いところに持ってきました。空振り三振、まず一つアウトを取りました。バッターボックスには6番八木。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。さっきはしてやられましたよね。はい、ここはピシャーッと抑えてやり返さないといけませんよね。はい、さあここはやり返すことができるんでしょうか。ワンアウトランナーありません。ボール先行です。改めてお聞きします、この八木どういったタイプのバッターでしょうか。まあインコースでもアウトコースでも放り込めるバッターですから。痛烈な打球、高く入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これが今日3本目のホームラン。ストライクを取りに行ったところ、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ここで一発を浴びてしまいました。打順は7番和田。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。まあさっきはいいところで打たれてしまったんでね、はい、今度はしっかり抑えておかないといけません。バッターボックスには代打の上本。上本、バッターは上本、背番号08。さあ初球は何か。初球空振りです。高めのボール、左中間へ打球伸びる。ここは打ち上げています。ここはセンターが抑えています。ツーアウトです。ピッチャーに打順が回って8回から登板の藤波がそのまま打席に入ります。まあ点差に余裕もあるし、このまま最後まで頑張って投げてくれということでこの打席でしょうね。そうですね。3球目は何で来るか。外に逃げていくボール、よく見ています。ストライクです。2ボール2ストライクと追い込んでいます。
見逃し三振、スリーアウトチェンジ。しかしこの回タイガース3本のホームランで追加点を挙げています。残念ながらカープ敗れてしまいました。これぐらい一方的な負けの方が諦めがついて気持ちの切り替えが早いかもしれません。ただ非常に反省点が多い内容でもありましたので、この負けをぜひ次に生かしてほしいと思います。勝ったタイガース大量点を取って大勝ということになりました。一方のカープですが非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはカープ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりでマツダズームズームスタジアム広島から失礼いたします。よく晴れた天気になりました。マツダズームズームスタジアム広島からお伝えしてまいります。セリーグ公式戦、広島東洋カープ対阪神タイガースの23回戦です。解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。小宮山さん、現役時代にはいつも試合前に行う準備というのはあったんですか？そうですね、いつも同じような行動パターンで試合に臨んでましたね。なるほどね、やはりそういった準備がプロという感じなんでしょうね。まずはカープの先発ジョンソンがマツダスタジアムのマウンドに上がります。相手がルーキーですから当然負けるわけにはいかないというプライドがあるでしょう。さてバッターボックスの松永、バッターとしてはどういう特徴がありますか？どこに投げても大きいのを打たれそうな、投手からすると非常に嫌なバッターですね。なるほど、そうですか。低め、落ちるボール決まりました。打ちました、いい当たりだ。伸びていく、どうだ、入れば先制。ボール際切れました。入っていれば先制というところでした。ドカーンと大きな当たりです。打った瞬間確信、突き刺さった、先制ホームランです。タイガース、これで8試合連続のホームラン。追い込んでからのストレートでしたが、打ち返された打球は大きな当たりとなってスタンドに届いてしまいました。カープ先制を許します。1対0。ここで一発を浴びてしまいました。しかしまだ1点差、後続はしっかり立って反撃といきたいところ。レフトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。しっかり捉えて持っていきましたよね。いきなりの先頭バッターホームランで先制点を奪われました。バッターは新庄、昨日は驚くような活躍を見せました。いやー本当に大爆発でしたよね。はい、さあ今日も好調を維持していけるんでしょうか。
カープ初回から先制点を許す形となっています。里崎さん、いきなり失点を許す。初球打ち、この当たりはどうか。外野大きな打球になった。レフト線を深々と破るヒットになりました。バッターランナーは二塁まで進みました。ノーアウトランナー二塁です。さあカープ得点圏にランナーを背負った場面です。まあここはしっかり抑えて攻撃に備えたいですね。うん、そうですよね。まあそしてバッター広角に打ち分けてきますから、特徴を考慮して組み立てが必要でしょうね。はい、さあここを切り抜けられるでしょうか。バッターボックスのバース、今シーズンの得点圏打率は5割1分1厘となっています。真ん中打ちました。これはスタンドへ入りそうです。切りました。ファウルボールです。低め見ました。ボールです。ここは見送ります。フルカウントになります。インサイド落ちました。ヒットになった。三塁を回っていく。二塁送球、セカンドランナーホームイン。タッチはアウト。これでワンアウト。タイガース1点追加します。センター前へのタイムリーヒット、2対0になりました。カープこれで2点ビハインドとなりました。ここはうまく打ち返されました。得点を許しています。まあバッターのタイミングに完全に合ってましたよね。立ち上がりを攻められています。バッターは注目のルーキー掛布。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。カープ初回から相手打線に捕まっています。最近4連敗とこのところ勝ち星から遠ざかっているカープですが、まずはこの不振からどうやって抜け出すかということが課題です。セカンド取った。アウト、ツーアウト。バッターはオマリー。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。ツーアウトランナーありません。初球ボール、ボールになります。ボール先行です。打った、スタンド一直線、文句なし、入った。ソロホームランが出ました。これがチーム2本目のホームラン。ストライクを取りに行ったところ、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。ここで一発を浴びてしまいました。ライトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。タイミング合ってましたからね。立ち上がりを攻められています。さあバッターは近本。この打席でホームランを放てば今シーズン10本2桁へ乗せることになります。引っ張った。菊池、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回タイガース2本のホームランが飛び出しました。2回表に入ります。7番から始まるタイガースの攻撃。バッターは日戸。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。初球打ち、取ってワンアウトです。バッターボックスは8番上本。ジョンソン、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球空振りです。はい、変化球わずかに外れてボール。引っ張った。メヒア、ツーアウトになりました。ピッチャーに打順が回って先発の中村打席に入ります。結構いいバッターでもあるんで気を抜かずに行きたいですね。そうですね。初球は何で来るか。引っ張った。サンタナ、一塁アウト、スリーアウトです。この回タイガース三者凡退です。今画面に出ているのが先ほどの配球です。微妙なところを攻めてきます。ストライクです。2球目打ちました。これはどうか。この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。
一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁です。さあカープ得点圏にランナーを背負った場面です。ここはきっちり抑えて次の回につなげていきたいですね。うん、そうですよね。まあただチャンスに強いバッターが初球打ち伸びていく、どうだ、入れば入った、ホームラン、ツーランホームラン、これで4試合連続のホームラン。初球でした、前でしっかり捉えられた打球はスタンドまで届いてしまいました。カープ追加点を許します。5対2、ここで一発を浴びてしまいました。その差を3点とされています。警戒すべき相手でした。ここで追加点となるホームランを打たれています。これはきつい一発ですよね。この序盤戦さらにリードを奪われます。バッターボックスには3番バース。まあ、前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。うん、そうですね、はい、そういったポイントを抑えた配球になってくるかどうか。高め空振り、ノーボールツーストライク。アウトコース見送っています。インサイド落ちました、切れました、ファールボール。打ちました。ここはフライになっています。ショートが構えます。西川が抑えています。ワンアウト、打席には4番バッター掛布。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ワンアウトになっています。次が2球目、2球目打ちました。この打球はフライになっています。取って2アウトです。5番バッターオマリー、先ほどの打席でソロホームランを放っています。うーん、まんまと打たれてしまいましたよね。はい、2アウトになっています。打ちました、取った、1塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガースツーランホームランで、さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、足のあるバッターですし、セーフティーバンドなんかも警戒しておきたいですよね。なるほど、そうですか。まあ走力が半端ないバッターですからね、絶対に塁に出したくないですよね。はい、そうですね。アウトコース外れます。打ちました、さあどうだ、ヒットになった。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。そしてこれが今シーズン30本目のツーベースヒットということになりました。さあそして打席には木戸入っています。さあランナーを得点圏に背負っています。まあ、こういう場面で失点すると後に響きますから、丁寧なピッチングを心。初球打ち、サードよく取った、アウト、いやナイスプレーが飛び出しています。いや抜けて、ご覧いただきましょう、よく取りました。抜けようかというあたりを見事キャッチしました。いや本当に難しい打球だったんですけど、よく取りましたね。初球フルスイングですが空振りです。インコースの変化球見ています。これが3球目、これはデッドボールということになります。やはり痛めました。今やはり ここでタイガース代走を送ります。和田、さあ打席には先発の中村入っています。さあ追加点のランナーを置いた場面です。まず何を投げてくるか、しっかり捉えた、抑えてツーアウト、ツーアウトランナー二塁一塁と変わっています。これはバッテリー助かりましたね。まあただチャンスに強いバッターが相手ですからね、彼の裏をかくような配球で攻めたいですよね。その警戒すべき松永打席に入っています。バッターの松永、今シーズン得点圏での打率は6割4分5厘となっています。センターへ持っていった、これは大きい、頭上を破っていく、中継にボールが送られる、セカンドランナーホームイン、ホームに送球する、ファーストランナーもホームイン、タイガース追加点を挙げました。7対3、カープなおもピンチが続きます。
警戒していた相手ですがタイムリーが出て追加点を奪われています。まあ注意すべき相手でしたよね。点が入りました。リードを広げられています。打順は2番新庄。カープこの回2点を失っています。さあ4点を離されなおも得点圏にランナーを背負った場面。相手打線が勢いづいてきてるんでこれ以上乗せないように食い止めないといけませんね。そうですね。打ちました。弾き返した打球は左中間へ。最後はレフトフライ掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース2点を追加しています。7対3。これから5回タイガースの攻撃です。里崎さん、ここはもうしっかりとしたピッチングをしないといけませんね。そうですね、まあ、とにかく打線の援護を待つためにもここはしっかりしたピッチングで0点に抑えたいですね。そうですね、守りから攻撃のリズムを作りたい。打った！センターに大きな打球。センター下がっていく、下がっていく、センターオーバー。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー2塁です。さあカープ得点圏にランナーを背負った場面です。この後反撃していく上でもここはきっちり抑えないといけない場面ですよ。なるほど、そうですね。まあただ相手がチャンスによく打つバッターです。打った、大きな打球になった。センターバック、センターバックする、追いかけますが頭を越えました。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは2塁でストップ。タイガース1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット。8対3、カープもうこれ以上点はやれません。バッターボックスのオマリー、今シーズンの得点圏打率は6割2分3厘となっています。初球打ち、この当たりはどうか、このフライはどうだ、落ちるか、ワンバウンドヒットになりました。二塁へ送球。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー三塁二塁。初球は何から入ってくるか。打ちました。これはどうか、ヒットになった。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン。追加点が入りました。タイガース、右中間へのタイムリーヒット。10対3、カープもうこれ以上点はやれません。まずはボールから入りました。インサイド落ちました。左中間に落ちました。ホームに送球。これで5連打、ノーアウトランナー3塁1塁。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあ強打者のイメージがね強いんですけど、逃げずに強気のピッチングでいきたいですね。うん、そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。惜しいボールでしたね。膝元変化球がわずかに外れています。打ちました。このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。バックホームする、サードランナーホームイン。タイガース1点追加します。センター前へのタイムリーヒット、11対3、カープなおも2塁1塁のピンチです。さあバッターボックスには先発の中村入ります。まあ調子も悪くないですし勝ち星がつくところまで。引っ張った、弾き返した打球はライトへ。ライト掴んでワンアウト。うん、ピッチャー打順はトップに帰って松永。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。さっきはしてやられましたよね。はい、ここはピシャーっと抑えてやり返さないといけませんよね。はい、さあここはやり返すことができるんでしょうか。ワンアウトになっています。痛烈な打球、高く上がった、ぐんぐん入った、ホームラン、スリーランホームランが飛び出しました。これが今日2本目のホームラン。追い込んでからの変化球でしたがしっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ここで一発を浴びてしまいました。カープピッチャーが変わります。さあマウンドに上がったのは薮田。今シーズン15試合目の登板です。これで3日連続での登板となりました。打った、高く上がった、頭上ぐんぐんだ、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。三塁回って今ホームイン、15対3。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。3番バッターバース、
さっきはツーベースを打たれましたからね、ここはしっかり低めにコントロールして長打は避けたいですよね。そうですね。タイガースこの回は打者一巡の猛攻となっています。インドを見送っています。さあ3球目は何か。しっかり捉えた。これは大きい。伸びていく。ヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これで3安打猛打賞。ワンアウトランナー二塁となりました。真ん中打ちました。ファウルになります。大きく外れました。インサイド落ちました。この打球は落ちそうだ。ヒットになった。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。右中間へのタイムリーヒット。カープバッターボックスは5番オマリー。先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。最初は変化球できました。2球目打ちました。さあどうだ。この打球は落ちるか。どうだ。ワンバウンドヒットになりました。ホームに送球する。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。センター前へのタイムリーヒット。カープもうこれ以上点はやれません。6番バッター近本、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。まあさっきはいいところで打たれてしまった。打ちました。この当たりはどうか。ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3安打猛打賞。ワンアウト三塁二塁です。バッターボックスには7番木戸。前の打席はしっかり捉えてましたからね、ここはタイミングをずらすような工夫をしたいですよね。そうですね。ヒットでランナーは三塁二塁に変わっています。打球は切りました。ファールボールです。次が3球目。引っ張った。これはどうか。ワンバウンドヒットになりました。ホームに送球。サードランナーホームイン。タイガース1点追加します。レフト前へのタイムリーヒット。カープもうこれ以上点はやれません。カープピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは4番手の堀江。さあマウンドを任されたのは堀江。今シーズン22試合目の登板です。3連投ということになります。初球から振ってきましたがうまく変化球でかわしました。低め見ました。ボールです。次はしっかりと厳しいところにコントロールしていきたいですよね。なるほど。さあ何を選択してくるか。アウトコース打ちました。ここは打ち上げています。メヒアが掴んで2アウト。さあ打席には先発の中村入っています。まあ、ここは白星もかかってますし当然行くでしょうね。そうですね。初球打ち、ここはフライになっています。セカンドが落下点に入ります。取って3アウトです。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。マツダズームズームスタジアム広島からお送りしていますゲームは6回の表に入ります。タイガース打順よく1番から始まります。バッターは松永。先ほどの打席で3ランホームランを放っています。うまく運ばれましたよね。はい。カープ厳しい展開で6回を迎えています。さあ里崎さん、この回はきっちり抑えていきたいですよね。まあ点差はありますけどね、気持ちを切らさずにしっかり抑え打ちました。これは大きい。伸びていく。左中間深いところ破っていきました。バッターランナーは二塁まで進みました。これで5打席連続のヒット。ノーアウトランナー二塁です。初球打ち。このフライはどうだ。落ちるか。ヒットになった。これが今日4本目のヒット。ノーアウトランナー二塁一塁。バッターボックスは3番バース。先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。ランナー二塁一塁、しかもノーアウトです。ファウルになります。甘く入ってますよね。ちょっと危ないボールですよね。打ちました。これはどうだ。センターに抜ける。バックホームする。これで3連打。ノーアウト満塁です。
打順は4番掛布。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。さっきはして打ちました。高く上がった。ぐんぐん打球は伸びている。伸びてセンター深いところを破っていきました。サードランナーホームイン。セカンドランナーも今ホームイン。タイガースが突き放します。右中間へのタイムリーヒット。カープなおも三塁二塁のピンチです。バッターボックスオマリー。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。まあさっきはいいところで打たれてしまったんでね、はい、今度はしっかり抑えておかないといけませんよね。はい、さあここはやり返す。打ちました。これはどうか。破りました。センター前ホームに送球する。サードランナーホームイン。タイガース1点追加します。センター前のタイムリーヒット。カープもうこれ以上点はやれません。バッターボックスは6番近本。先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。打ちました。セカンド取った。一塁送球します。アウト。ワンアウトです。タイガース1点追加します。アウトの間に得点。カープなおもピンチです。7番バッター日戸。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。さっきはしてやられましたよね、はい、ここはピシャーっと抑えてやり返さないといけませんよね、はい、さあここはやり返すことができるんでしょうか。タイガースこの回7人目のバッターになります。バッターの日戸、今シーズン得点圏での打率は5割2分1厘。打ちました。ホームに送球。これで3安打猛打賞。ランナー3塁1塁となりました。まず大きく外れてボールになりました。ファウルになります。いやー甘いボールでヒヤッとしましたけど助かりましたね。はい、3球目打ちました。さあどうだ。ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。バッターランナーは三塁到達。追加点が入りました。タイガース、センターオーバーのタイムリーヒット。カープなおもピンチです。カープピッチャーが変わります。マウンドに上がる。さあバッターボックスには先発の中村入ります。調子は悪くはないですから次の回もということでしょうね。うーん、そうですね。引っ張った。ヒットになった。サードランナーホームイン。タイガース1点追加します。ライト前のタイムリーヒット。カープもうこれ以上点はやれません。打順は1番に帰ります。バッター松永。今日はここまでホームラン2本を含む5安打の大活躍です。いやーもう手がつけられない感じになってますね。うん、その通りですね。タイガースこの回は打者一巡の猛攻となっています。ドカーンと大きな当たりです。高く上がった。頭上ぐん入った。ホームラン。ツーランホームランが出ました。なんと今日3本目のホームラン。真ん中に入ってしまった変化球、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。カープ追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。バッターボックスには2番新庄。さっきはいい当たりのヒットを打たれてますからね、ええ、まあタイミングが合ってるようなんでここは注意が必要ですよね。うん、そうですね。うん、いい球ですね。はい、アウトコース変化球が決まってストライク。あっとデッドボールだ。当たってしまいました。うん、完全にすっぽ抜けです。バッターボックスバース。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ファーストランナースタート。ヒットエンドラン。外野へまだ伸びている。ライトオーバー。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。ファーストランナー一気にホームイン。タイガース1点追加します。ライトオーバーのタイムリーヒット。カープなおもピンチです。バッターボックスは4番掛布。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。まあさっきはいいところで打たれてしまったんでね。打ちました。菊池一塁へ送ります。アウト。2アウト。バッターは5番オマリー。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。さっきはしてやられましたよね、はい、ここはピシャーっと抑えてやり返さないといけませんよね、はい、引っ張った。ファーストを取った。一塁へ。一塁アウト。スリーアウトです。しかしこの回タイガース連打連打、打者一巡の猛攻で。これから7回タイガースの攻撃です。里崎さん、だいぶ厳しい展開となっているんですが、
選手たちはもちろんまだ諦めてはいませんよね。いやもちろんですよね。最後まで試合、初球打ち、これは大きい、伸びていく、これはライトの頭上を越えていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達、今日4本目のツーベースヒット、ノーアウトランナー二塁です。バッターボックスは7番木戸、前の打席はしっかり捉えてましたからね、ええ、ここはタイミングをずらすような工夫をしたいですよね。そうですね。ヒットでランナーを二塁に置いています。アウトコース打ちました、菊池抑えてワンアウト。打順は8番和田、先ほどの打席でタイムリースリーベースを放っています。まあさっきはいいところで打たれてしまったんでね。はい、初球打ち、レフトが追いかける、ぐんぐん打球が伸びている、入りました、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これがチーム7本目のホームラン、初球でした。しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。カープ追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。次はピッチャーの打順ですが、先発の中村バッターボックスに入ります。まあやはり好投してるんでもう少し引っ張りますよね。そうですね。打ちました、ヒットになった、打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。打った打った瞬間確信したか、ぐんぐんだ、突き刺さった、ツーランホームラン、これで2打席連続のホームラン。初球でした、しっかりと引っ張られたあたりはフェンスを越えてしまいました。カープ追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。バッターは2番新庄、先ほどの打席はデッドボールでした。これも初球打ち、抜けていきます、打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達、これで4連打、ワンアウトランナー二塁となりました。初球打ち、スタンド一直線、センター一歩も動けない、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これでシーズン本塁打記録を塗り替えました。初球でした、きっちり捉えられた当たりはフェンスを越えてスタンドに入ってしまいました。カープ追加点を許します。クリーンナップに一発を浴びてしまいました。ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。カープピッチャーが変わります。4番を迎える場面でマウンドに上がったのは遠藤、さあマウンドに上がったのは遠藤、今シーズン26試合目の登板です。昨日に続いてマウンドに上がります。ちょっとすっぽ抜けた感じです。2球目は何で来るか、ボールになります、ボール先行です、ファウルになります。外を狙っていきました、2ストライク2ボールと追い込んでいます。打ちました、浅いフライ、ヒットになりました。これで6連打、ワンアウトランナー一塁となりました。打席には5番バッターオマリー、今日はホームランを放っています。ヒットで打ちました、取った、二塁を送ります、二塁アウト、一塁転送はアウト、ダブルプレー。しかしこの回タイガース3本のホームランで追加点を挙げています。8回まで来ました、タイガースの攻撃、バッターボックス近本、さっきはツーベースを打たれましたからね。はい、そうですね。ここは打ちました、センター下がっていく、下がっていく、ボールはフェンスまで到達しました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。今日5本目のツーベースヒット、ノーアウトランナー二塁です。バッターボックス木戸、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ヒットでランナーを二塁に置いています。伸びのあるストレート、ワンボールツーストライクです。打った、このフライはヒットになりそうだ、取ってワンアウトです。バッターボックスは8番和田、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。
まんまと打たれてしまいましたよね。はい、引っ張った、取った、一塁送球、ツーアウトになりました。さあ打席には先発の中村入っています。ピッチングの調子は今一つだったんで、ここは代打を送ってもよかったと思いますけどね。そうですね。さあバッターボックスには代打のアリアス。里崎さん、この場面で変えてきましたね。まあ相手は完全に突き放しにかかってますから、なんとか跳ね返したいところですよね。そうですね。さあ一度気持ちを切り替えて踏ん張ってほしいところ。ちょっとすっぽ抜けた感じです。打った、高く上がった。この当たりはどうか、真ん中を破りました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。左中間へのタイムリーヒット。カープもうこれ以上点はやれません。打順はトップに帰って松永、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。うまく運ばれましたよね。打った、センターに強い打球、伸びていく、どうだどうだ、センターオーバーのヒットになりました。セカンドランナーホームイン、タイガース1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット。カープもうこれ以上点はやれません。打席には2番バッター新庄、先ほどの打席でレフトへのツーベースヒットを放っています。甘い球をフルスイングしましたが当たってくれません。これは見送ってボール。バッターボックスの新庄、今シーズンの得点圏打率は6割1分6厘となっています。打った、スタンド一直線、文句な、入った、ツーランホームランが出ました。これが今日3本目のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、思い切り引っ張られてスタンド深くまで運ばれています。カープ追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。さあバッターはバース。ここでホームランが出ると通算150号ホームランの達成となります。初球ストライク、打ちました、伸びていく、外野ヒットになりそうだ。ライト深いところ破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達、これで4連打、ツーアウトランナー二塁。ここでタイガースダイソーを送ります。糸井がセカンドランナーに入ります。バッターボックスには4番掛布。さっきはいい当たりのヒットを打たれてますからね、まあタイミングが合ってるようなんで、ここは注意が必要ですよね。そうですね。ヒットでランナーを2塁に置いています。打ちました、打球は右中間へ、この打球はフライになっています。岩本が抑えて3アウトチェンジです。しかしこのカープ9回の表、さあ里崎さん、だいぶ厳しい展開とはなっているんですが、最終回になりましたね。まあ最後まで諦めないためにも、ここはしっかり抑えないといけませんよ。そうですね、いい形で攻撃につなげたいところです。内へ低めの変化球、落ちる球にバットが回ります。ワンボールツーストライクです。大きく枠を外してきます。さあ次のボールが勝負ですね。なるほど、さあキャッチャーどこに構えるか。ファウルになります。落ちる球を選択しましたが手を出しませんでした。3ボール2ストライク、打ちました、ここは打ち上げています。ファーストが落下点に入ります。サンタナが抑えています。ワンアウト、バッターは6番近本。さっきはツーベースを打たれましたからね、ここはしっかり低めにコントロールして長打は避けたいですよね。そうですね。ワンアウトランナーありません。掴んでツーアウトです。バッターは7番木戸。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ツーアウトになっています。バッターボックスには代打の亀山、ツーアウトになっています。バッターは亀山。
さあまず1球目。初球これは大きな変化球。よく見ています。